ーやボルトハンター志願者の諸君、私はサーハマーロックというものだ。君らがあの辺境の惑星パンドラを訪れるつもりなら忠告しておく。あの星は変わったのだ。君らの知っているパンドラといえば、そう、砂と埃、時々岩とかなところだろう。ところが今や景色は一変している。活性化で作られた美しい都市オポジュニティ、動植物があふれるハイランド、凶悪な生き物と強烈な匂いを放つコースティックキャバン。もうパンドラのことを知り尽くしているつもりだったかね。残念ながらまだまだだ。ああ、それからこの星では想像もつかないひどい死に方を何度も体験できるぞ。パンドラは今独裁者に支配されている。ハンサムジャックとかいう男だ。奴を止められるのは君たちだけだ。なぜって、悪だからだよ。どんな悪かというのは君たち次第だ。それぞれ特殊能力を持った4つのクラスから選んでくれ。見た目も変えたいならスキンやヘッドだって選べるぞ。ではワルらしい戦い方について説明しよう。セイレーンのマヤ君はフェーズロックで敵の動きを封じたり、味方を回復したり、エレメンタル攻撃を放ったりして戦局を自在に操る存在だ。もちろんセイレーンにとってバンディットを燃やすなんてのは朝飯前だ。コマンドのアクストン君はサーベルタレットというオートガンで敵を引きつけつつ撃ち殺すことができる。タレットに核弾頭をつければ撃つたびに敵を大爆発させることだってできるんだ。楽しいぞ。ナイフルで狙撃したり、刀でサクッと心臓を一突きしたりするのがお好みならば、アサシンのゼロ君がおすすめだ。レベルが上がると縦横無尽に駆け巡り、バッサバッサと敵をなぎ倒していくことだってできる。ガンザーカーのサルバドール君が怒りを爆発させると、どんな銃でも二丁拳銃で使うことができる。防御力も跳ね上がるのだ。銃といえばこの惑星では手に入る武器の種類が億とか兆とかわけのわからん域に達している。友人と交換しようが金庫にしまおうが君らの自由だ。戦利品は毎回その場のノリで生成されるため、同じ装備が何度も手に入ることはない。例えば弾が爆発するミニガンなんてのを見つけることもあるだろう。氷山を吐き出すサブマシンガンも手に入るかもしれん。リロード時にグレネードのように爆発するピストルもな。そうそう、グレネードについてだが、これにも木とか蝶とかの種類が存在する。ブラックホールを作り出したり、火炎放射をしたり。ああ、そうだな、何か例を挙げようか。敵を追尾してくっつき、5個に分裂して周囲に強酸を撒き散らすグレネードを見たことはあるかね。パンドラにはそんなグレネードが存在するのだ。なんせこの星ではしっかり武装しなければお話にならないからな。パンドラの住人は基本的に君たちを亡き者にしようとする。バンディットに化け物、ロボット、そして植物までもが我々を八つ裂きにしようと狙っている。実に刺激的な環境だ。これはワームホールスレッシャーという生物。触手で攻撃してくる上、撃てば地面に潜り遠くからトゲを飛ばしてくる。シャイでチャーミングな一面を持つ。さらに重力を操作し、周囲にいるものを近くまで引き寄せ串刺しにしようともする。実に合理的だ。ま、こんなのはまだ序の口だ。さらに恐ろしい敵が君たちを待ち受けている。ノマドトーチャラーやウォーローダー、バッドアスバーキット、全く勝てる気がせんな。だが心配はいらんぞ。勇敢な冒険者は旅を続けるうちに新しいスキルや強力なレリック、さまざまなアップグレードに使えるバッドアスポイントを手に入れるのだ。レリックとは体力から攻撃速度から車の速さまでさまざまなステータスをアップグレードするものだ。スキルをさらに強化するクラスモッドというのもある。ゼロ君のバックスタブを例に見てみよう。こちらを向いていない敵に対する近接攻撃ダメージが増加するスキルだ。最大レベルでバックスタブを決めるとダメージが
20% 増加する。そこにさらにバックスタブの攻撃力を上げるプラスモッドを加えると、どうだ、バックスタブのダメージが 72% も増加したぞ。こういったスキルを活用してミッションで金や装備品、経験値をガンガン稼いでいくのだ。そしてこれらを使ってさらにスキルを強化していけばいい。君に合ったスキルを覚えればどんどん強くバッドアスなボルトハンターになれること浮き合いだ。さてバッドアスの話が出たところで、新システムバッドアスランクを紹介しよう。さまざまなチャレンジを達成してランクを上げると、手持ちの全てのキャラクターのステータスに適用されるボーナスが手に入るのだ。その上なんとランクに上限はない。実に素晴らしい。完全弱を倒さんとする中で時には手助けが必要なこともあるだろう。そんな時は最大4人までのパーティーを組んで挑むことができる。2人なら分割画面でプレイできる上、そのままオンラインに移ることもできるぞ。これぞ友情連帯感。さあ時は来た。ハンサムジャックの軍勢がパンドラを火の海に包まんとしている。止められるのは君たちだけだ。銃を取り、友を集め、ミジェットに火を放て。最後に私から一言、パンドラが君を待っている。